2024年1月3日、数年前からやってみたかったウィンドウォッシャー液で凍ったフロントガラスを溶かすというのをやってみました。今日の気温は車の温度計によれば2度。3種類のスプレーを2回ずつ噴射しています。一番左側から値段の安い順、この黄色いのはマイナス30度まで凍らない、これはウィンドウォッシャー液ではなくて海氷スプレー、値段は一番高いです。早送りで再生しています。今日の気温は2度ですので、もっと寒い時にはどうなるか試してみたいと思います。こちらはマイナス6度まで凍らないというウィンドウォッシャー液、海氷スプレーとして使えなくもないんですが、他のに比べると溶け具合は今一つです。さて、内側はどんな風になっているか見てみました。やはり安いのは溶け方としては良くないようです。ここで車のスイッチを入れてワイパーを動かしてみました。3つの液体が微妙に混ざるので正確なデータとは言えませんが、やはり左の2つは成績がいいようです。それぞれの値段を税込みで言うと、一番左が240円、真ん中が420円、一番右側は540円です。